形だった気がするので、こうしてね、まあ、今回そのいさこいサレリューがもうすぐ1周年と、そしてまあアルバムをリリースさせていただくっていうことで、特番としてね7時から1時間番組でやらせていただいて、今回1時間生放送でお届けしました。まあ、ちょっとねキャプテンということもあり、本日のその1時間の生放送の特番ほとんど私が喋っていたんですけれどもめちゃくちゃ緊張しました、本当に。はい、とても緊張しました。そう、いやあのね本当に、まあ NCT48 とラジオ部がまあスタートして、2月からスタートして、あの結構まあやってきたんですけど、ラジオ部いつもお家で一人でやってるから、ラジオ部はねいつもまあ生放送とはいえお家でやっていったので、それをね今日はあの MC 一応4人、私とつぐみさんとはるとかおと4人でやらせていただいていたので、あのなんだろう、それぞれのなんか自分一人だったらさ自分のペースで進められるけどさ、こう4人で一緒にやってるし、しかもこうやっていくコーナーもさこう決まってるわけじゃない、これをやりますよって、しかも生放送で時間も決まってて、だから本当にこう CM をねなんかこのタイミングで入れますよとかもあるわけだから、なんかまあラジオトークで毎週生放送でやっているとはいえ、もう全然違うんですよ。とにかく一人でやると人とやるとでは本当に大違いですから。そう、すっごいね、延長チケットもないから、そうよ、ブチって消えちゃうからもう大変でした。でもなんとか時間内にしっかり収めることができて、まあ今日のね特番のメインディッシュと言っても過言ではない、その宇宙初解禁の楽曲と、そしてサイヤバンドとねありましたけれども、無事にどちらもね放送することができて、まあなんとか終えられてよかったです。頑張りましたまずどうしますか、何から振り返りますか。いやでも本当に進行、まあでもまあ確かにそのラジオ部とは全然違う、全然違うけど、でも全く役に立たなかったかって言ったら絶対そんなことなくって、こうただでさえ生放送で喋るっていうのがすごく不安がたくさんある中で、そんなやったことないし生放送で喋るなんてほとんど、まあ、マルドリアップさんとかかな今までだったらとかだったので、本当にね生放送っていうだけですごく多分緊張してたと思うんですけど、まあラジオ部の経験もあり、なんか自分のトークにも少し自信がついたところでこうやって今回やらせていただいたから、なんだろうな、すごくこう、まあ、ラジオ部での経験はとっても生きたんじゃないかなって思います。うん、ちゃんとできたんじゃないかと思う。あ、ラジオなのに髪型がしっかりしてる、生写真撮影だったんですよ今日は。さすがにラジオのためだけにこんなにしっかりしませんちゃんとメイクさんに髪の毛してもらったのではい、私、はい、私がやったわけではなくて、そりゃそう、それはそう、さすがにそこまで気合い入ってたわけではないちゃんと生写真でたくさん可愛くお写真撮っていただいた後にラジオのお仕事だったので、まあ、でもとはいえいつもちゃんとラジオの時もちゃんとしてますけどね、さすがにでもラジオでメイクさんはつかない、はい、でも本当にラジオ部での経験はすごく生きたと思います。なんだろう、回し方っていうのかな、こう、まあ、ラジオ部はさ CM とかなくもう1時間一人でずっと喋りっぱなしっていう感じだから、それと比べたらやっぱすごい難しい、時間のね配分とかもなんかそう自由にできるわけではないから難しかったけど、うん、でもなんかそのなんだろう、切り替え、コーナーごとの
切り替えというか、はいじゃあ次に行きますよっていうのが割と、なんだろう、ラジオ部でやってきたことが生きたんじゃないかなって思います。いやでも本当にあのなんとかなってよかったなんかところどころ甘噛みだったところはありますよ。それは自覚もあるし、最後大胆にやらかしたのでそれはすごく自覚はあるんだけど、でもあのまあ総合すると割と良かったのではないかと思われます。しっかり台本通りいけたのではないかと思います、はい、ね。そう、それでさ、あのアルバムの楽曲を宇宙初解禁しますみたいな、私も昨日の夜に台本が届いたのに、昨日さ2時間もショールームしてたけど、その間台本来てなかったじゃん。でもその後すぐ来たんですよ。でもそれまでその今日のラジオでの宇宙初解禁が何の楽曲になるのか知らなかったのね。そうで台本を見て、あこれなんだとドラさんの楽曲ワンチャン解禁されるかなと思ったらされませんでしたね。私も結構びっくりでしたはい、私もされると思ってた、ちょっとだけ期待してたけどされなかったですね。でもその2期生の楽曲自然渋滞っていう楽曲なんですけど、めっちゃいい曲じゃない？なんかなんて言ったらいいんだろうな、その2期生の元気さみたいなのを感じつつ、でもこのみんなも言ってたけどドローンジェラシーの時よりもちょっとなんか大人になったみんなが聴けるみたいなね、もう頭から離れないんだけど、てん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 頭から離れないし、あのでもみんなメンバーもあの特に歌ってた2期のみんなも自分たちの声になったやつは初めて聞いたの、あの時。そう、まあ、レコーディング自分たちでしてるから楽曲自体はもちろん聞いてるんだけど、あの自分たちの歌って完成した曲っていうのは本当にオンエア中に初めて聞いたのね、みんなも。そうだからあの本当にすごく自分たちの歌になっておーってみんな2期生のみんなもなってたし、そうやっぱ仮歌で歌ってくださってるものと自分たちの声になるとではさ、同じ曲でも全然違う曲に聞こえたりするじゃないですか。そうなんかね、だからみんなの声になっててとても素敵でしたね。ですごいあれ絶対さライブとかでやったら盛り上がるよね。もうめっちゃやってほしい。で実際その初オンエアさせていただいて、さっきでオンエア中、まあ、自分たちも初めてメンバーの声になった曲を聞いたんだけど、めちゃくちゃ盛り上がってました。なんかあの自分サンドイッチのみんなもちょうどもうその2期の自然渋滞の曲が流れてる時ステージ準備しててステージの上に上がってたんですよ。そうであの今日の感じで言うと、私つぐみさん春かほがいて、なんかこっち側にステージがあるみたいな。そうステージがあってその観客席のところになんかステージに対してこう垂直になるような形で、ここがステージで私たちがここでやってるみたいな感じだったんですけど、そうであの自然渋滞流してる時もサイヤバンドを準備してて、そうでその時に流れてて、ねえ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 ってやってました。みんなステージの上のメンバーもこの辺の人たちもみんな、そうすごい盛り上がってました、メンバーの中でも。そうだから絶対ねこれからさ楽しいよね、コンサートとかでできたら、やっぱ声出せたらより楽しそうファンの方もねーって言ったらめちゃくちゃ面白いですよね。いや、 やってほしいな。ライブ向きな曲、あんまり NGT 今までこうライブ向きみたいな曲ってなかったじゃないですか。そのなんていうの、こういう感じでノリノリになる曲ってあんまりなかったじゃん。 HKT さんのなんか最高かよみたいな、なんかそういうライブといえばこれみたいな、なんだろう、勢いのあるノリノリ曲っていうのは今までもなかったので、そうすごい
なんか2期にしか歌えない曲だなって思いました。いい意味で NGT らしくないけど、なんか2期生にはすごくぴったりな楽曲というか、そう、すっごいね、いい曲でも歌詞ちょっと皆さん聞いていただいたと思うんですけど、結構ヤバめ春がね、放送中にヤバい女の曲みたいな言ってましたけど、そう、まあ、やばい女の曲は、まあ、聞いていただいたらちょっとやばさはちょっと分かっていただけたんじゃないかなって。あのドローンジェラシーとはまた違うやばいタイプの女ですよねドローンジェラシーともまたちょっと別タイプな女性が出てきたな。でもどっちもやばいなみたいなね、ありましたね。ちょっと癖強めな女が多いんですかね、ニキはねいやでも本当にまあ簡単に言ったらそうみたいな感じ聞いてみて分かっていただけたんじゃないかと思います。やばい女の曲ね、今回はまあ自然渋滞がアルバムの中からは解禁になったということで、あとは1期生の楽曲とドラさんの楽曲とクラクラの曲がまだ解禁になってないのかなと思うんですけど、どこかでね解禁できたらいいですね。はい、楽しみです。まあそんな感じで自然渋滞も初解禁をさせていただいて、でまあさっきからねちょっとお話にも何回か出てますが、サーヤバンドを改め自分サンドイッチの皆さんの演奏を皆さんにお届けしたということで、すごかったね本当に。なんか私もさっきあの9時からの方のレギュラー放送の回でのあのやつをまあラジオ越しに聞いて、だからみんなと同じ状況で聞いて、そうさっきの生放送の時は本当に私はねこうありがたいことに贅沢にももう真ん前でステージを見させていただいたので、そうね、ほんとそれもめちゃくちゃすごかったけど、なんかでも自分の進行もあったから結構頭もいっぱいいっぱいで、もちろん聞いててめちゃくちゃ感動してたけど、なんか別で考えなきゃいけないこととかがあったから、なんか 100% ちゃんと聞けてはなかったのね。そうでもさっきその9時からの方であのもう一回ね流してくれてライブ音源を、改めて聞いてみて、これがあの 1,2 ヶ月でできるってすごいって思いましたね。なんかあの私あの今日生写真撮影でなんか1時半ぐらいに終わった1時半とか2時ぐらいに終わったのね。でも今日の生放送7時からだったじゃないですか。で打ち合わせが5時からだったの、夕方ので、あのめっちゃ時間あったのね。もう2時ぐらいに終わっちゃって、生写真の撮影が5時から打ち合わせで、でもなんか家帰るのもちょっとすっごい微妙な時間だし、どうしようみたいになって、最初劇場でずっと時間を潰してたんですけど1時間ぐらい、もうちょっとみたいななっちゃって、スタッフさんが、ね、早めにそのロッツ行ってもいいよみたいな、ロッツ行ってリハやってるからそう行っていいよって言われて、あのそっちに移動してあのリハを見させていただいてたんですよ。であの私も本当にその特に夢ユナの演奏っていうのはあの全く見てもないし聞いてもない状態で、今日初めて聞くっていう状態だったから、すごいどんな感じなんだろうっていう、すごくなんかワクワクしてたんですよね。あのこのエサコエサレディオでの初生演奏が決まってから、特にこの1週間ぐらいはそのサーヤバンドのメンバーみんなすごい毎日忙しそうだったし、たくさん練習してきてて大変そうだなっていう姿をずっと見てきたから、それだけこう真剣に取り組んでいるんだなっていうのはあの常々近くで見ていて感じてたけど、実際この演奏してる姿とかっていうのはずっと見てなかったから、
本当にすごく楽しみにしていたんですけど、リハで初めて聞かせてもらって、なんかねすごいいろんな感情が生まれてきて、すごい涙が流れました。なんだろう、まずその純粋に感動した、曲として感動したし、で特にさ Give Me Five とかさセカオとか、まず曲そのものがいい曲じゃん曲そのものがいい曲であって、それをこの5人で演奏してるっていうのがまずすごいこと。だって音源はゼロなわけじゃないですか、全部自分たちで作り出す音じゃん、歌声も含めて。そうだから、その音源ゼロな状態でなんかこの自分の知ってる楽曲が自分の知ってるメンバーによって生まれてるっていう、なんかそれにまずすごく感動したし、うん、でこうなんだろう、こうやってサーヤバンド結成されることが発表してね、 1,2 ヶ月ぐらい、まあ、シグナルとして活動してた期間はあるけど、あの夢ながこう一緒にやってサーヤバンドとして活動するってな決まってからは 1,2 ヶ月ぐらいしか経ってなかったから、なんかどんな感じ、しかもその 1,2 ヶ月ってさ、私もそうなんだけど、ファンの方も多分ねそうだと思うけど、なんかどういう感じで練習を進めてるかとか、なんかどんな感じかっていうのが全く想像がつかなかったじゃない、そういう情報が一切入ってきてなかったから。だからなんかどんな感じなのかなって思ってたけど、 1,2 ヶ月でこんだけ完成度の高いものが聴けるのって思って、なんかそれにもすごく感動したし、でもそれぐらいこの 1,2 ヶ月でこんなにも完成度の高いものを見せてくれるってことは、つまりこの 1,2 ヶ月ものすごい頑張ったってことじゃないですか。なんかその背景を考えたらよりすごく感動して、そうでね、なんかそのまあ皆さんさ、まだラジオでしか聞いてないからあれなんですけど、特にリハを見てて、すごいね、笑顔でやってる、なんていうのかな、まあ、ヒノがメインボーカルでこう歌っていて、まあ、ヒノとね目が合うとみんな笑顔で弾いてるのが私はすごく印象的で、まあ、リハの時は結構すごい、なんだろう、弾きながら不安そうな顔というか、すごいでも真剣に、めちゃくちゃ真剣になって弾いてて、そうでもこうヒノと目が合うとちょっと笑顔になって弾いてるところとか、やっぱりそのチームワークの良さみたいなのもすごく感じたし、そうなんか目を合わせてね、でもそれぞれさ別々の楽器を担当してるから、そうなかなか難しいと思うんだけど、こう目が合った時にすごいこう息を合わせる姿というか、なんかそういうちょっと目を合わせて笑顔になってるのって微笑ましいじゃないですか、見てても。そうだからなんかそういう姿を見て、あこの 1,2 ヶ月の中ですっごい頑張ってきたんだなっていうのが、なんかそういうところからも伝わってきたし、でなんかこのリハーサル見てて、それぞれさ全然別の楽器を担当してるけど、こうヒノがもっとここはこっちがいいかもって、なんかなんていうの、全か楽器に対応してるというかそうそれがすごくて、そうやっぱりこう周りなんていうのかな、なんかさ難しいけど、みんなはヒノがこう歌えるようにリズムを作ってるわけじゃないですか。でも逆になんかヒノはその歌うためにこうみんなのリズムをすごい合わせてくれるっていうか、っていう風に私はすごく、私は全然音楽的な才能は何もないから、ただただこう見ていて感動するなではあったんだけど、なんかこう見ているとなんかなんて言うんだろうな、みんながヒノが歌えるようにこう演奏しているけど、でもヒノはその周りをこうそれぞれしっかり耳で聞いてるっていうか、なんかそこがねすごく素敵だなって思いました。なんかまあ、私バンドとか全然詳しくないからわかんないんだけど、誰かが
リーダーシップを取ってああしようこうしようっていう感じではない。なんかそれがこう同期だけでやってるからこその良さだなってすごく思って、もちろんそのリーダーみたいなやつがいて引っ張っていくっていうのはもちろん大事だと思うんですけど、なんかそういう音楽的な面でもっとここはこうした方がいいかもねみたいなのはなんか結構日野が中心的に言ってて、じゃあもう一回こここうやるみたいなのは結構サーヤが中心的になんか声かけてたりとか、なんか本当にそれぞれがなんかちゃんと意見を出し合ってねやってる姿っていうのがリハからすごく見えてて、私は今日初めてその演奏してる姿とか見たんだけど、あ、なんかそのなんだチームワークの良さというかバランスの良さみたいなのってすごくあるんじゃないかなって思いました。うん、だからなんかそういう一人一人がなんか真剣に頑張ってる姿を見ただけでもめちゃくちゃなんか感動したし、なんかねあの私すごく思うんですけど、あの今回、まあ、こうやってバンドを組んだメンバーのみんなってあのコロナ禍から本格的に始まった部分が結構大きいじゃないですか。まあ、ひなはもともと歌唱力ナンバーワン決定戦とかであの歌をすごいずっと頑張ってきてたけど、サーヤはこうコロナ禍になってからサーヤギターにすごい力を入れ始めてたりとか、青もピアノをねこうずっと頑張ってきてたりとか、そういうなんかこうコロナ禍になってからなんか自分たちのできるものをこうやって探して見つけていって、こうシグナルだったりサーヤバンドだったりなんか自分たちで形にしてきたものじゃない、なんかそういう形にしてきたものがこういうの新潟ロッツでこうできるっていうのが私はすごく感動していて、一つのことを継続することってすごく難しいことじゃないですか。でしかもこうやって今回バンドを作るってなったらなんかそんなさ生半可な気持ちじゃできないじゃない。だって今日のお披露目で終わりじゃなくて、これからサーヤバンドとしてまあ自分サンドイッチとしてどんどん活動の幅を広げていかなくちゃいけないわけだから、なんか簡単に今日のお披露目のためだけに頑張りましたで終わりじゃないからさ、なんか中途半端にはできないわけじゃない。でもこのコロナ禍になってもう2年経つけど、この2年間からコツコツ頑張ってきたものをこうやって形にしてきて、でここからさらに何なら今日が始まりじゃないですか、自分サンドイッチにとっては。積み重ねはこの2年間にギュッて詰まってるけど、なんかこう正式なスタートは今日からって考えたらこの先の方がもっと大変なことってあると思うのね。この2年間をこうなんか磨き上げてきただけでも本当にすごいことなんだけど、ここからさらに磨きをかけていかないといけないっていう、なんか私じゃもう絶対できないなって思って、たとえ自分が楽器できる人だったとしてもなんかその気持ちってなかなか持てないなって思って、なんかそう考えたら本当になんかちゃんと覚悟を持ってないとできないじゃない。でもなんかその2年前からこうやってコツコツとなんか自分でこれは頑張ってみようって決めたことが今こうグループの中で一つバンドユニットとしてできるっていう、なんかこう誰かに言われてやり始めたことじゃなくて自分たちで始めたことじゃない。なんかその自分たちで始めたことを今グループの中の一つのこういう大きな出来事としてやってるっていうのが私はすごいことだなって思っていて、でそれをなんか同期がやってるっていうのが嬉しかった。そう、なんかなんて言うんだろうな、それはこれからてかもうなんだろう、同じその一緒に研究成功に立てたりとか同期としてもやっぱりそうやってなんだろうな、こう自分たちでいろんなことに挑戦していく姿っていうのはすごいって純粋に思うし、これから3期生にとってはやっぱりそういう姿ってすごくお手本になるじゃないですか。なんかお仕事をこうもらうだけじゃなくて自分のなんかできることとかなんか得意なことをこうやって少しずつ伸ばしていった先になんかこうやってお仕事ってできるんだよって
ってなんか一つのなんだろう目標の形になれると思うんですよ。なんか今まで私たちも今までっていうか今もそうだけど自分の好きなこととかさ得意なことをこうやってお仕事につなげて例えば奈々子さんのね駅伝とかもそうですけどなんか自分の好きなこととかなんか頑張ってきたことをお仕事につなげてる姿ってやっぱりすごくなんかかっこいいなって思ったしこう憧れの憧れる部分があったのよ今までずっと。でもなんかそれをなんか今度はみんながその一緒に研究生講演から頑張ってきた同期のみんながなんかそれにこう近づいていってるじゃん少しずつ自分の得意なことを伸ばしていったりとかしてこうやって一つのバンドが生まれたりとかなんかそれってこう3期生にとってもこれからすごくいいお手本になれるんじゃないかなって思うしなんかそう考えたらこうなんか頼もしいなというか、うん、それがねすごくなんか私たちもなんか大人になったんだなっていうかでもただただ大人になったわけじゃなくてそうやって自分たちでこう頑張ることを見つけたからこうやって大きなことができるわけじゃないですか。なんかその姿がすごく感動しました。だから曲として感動した部分ももちろんそうなんだけどなんかこうグループの一つの強みとしてまた生まれたわけじゃないこれからなんかそれがねすごくなんか一人一人がやっぱりグループのために必要な存在というかなんか本当にとにかくすごいなって思いました、うん、だからめちゃくちゃ感動したよ。で本番は私も進行があったので 100% の耳は傾けられなかったんだけどあこれ演奏が終わったら次この進行してこの時間までにやんなきゃみたいな別のことを考えてた部分もあるのでちょっとしっかりは聞けてなかったかもしれないけどやっぱり本番は本番でめちゃくちゃ緊張したと思うんですよね。なんかリベンジしたいっていうことも言ってたけどでもなんか そこも含めてやっぱりいいなってなんか生放送でできた意味というかなんかそれはすごく良かったなって思っててそう頑張ってる姿を私もこうやってまあ今日はたまたまかもしれないけどねこうやって MC にやらせていただくことになってその自分サンドイッチのみんなの初舞台にこうやって一緒にいられたことは本当にすごく嬉しかったなって思うしそう確かに日野が緊張したってそうだよだって歌唱力に出ててさファイナリストライブもね経験してる日野があれだけ緊張するってめちゃくちゃ緊張する場だったと思うよ。そう。それなんかすごいでもそれが良かったなってなんか生放送でこう皆さんにお届けするなんか良さが出てたんじゃないかなって思います。そう。でなんかこうさっきの9時からのレギュラー放送の方でもなんかこう自分たちで聞いてみて今までの練習の中で一番いいの良かったんじゃないって自分たちで言ってたからなんかそれってさ今まで頑張ってきた自分たちがそう言うんだからこう自信を持ってお届けできたね曲だったと思うのでそうだから本当に今日のためにたくさん練習してきてたと思うからそうなんかもう抱きしめてあげたくなったのもカホも言ってたけど本当になんかこのサーヤバンドが終わってありがとうございましたってみんながステージはけていった後 CM 入ったんですけどその CM 中結構裏でわわわってその終わった後のまあ安堵だったりとか失敗しちゃったとかって言ってたかもしれないけどそのわーっていう声が聞こえてなんか本当だったらそこにめちゃくちゃ駆け寄ってあげたかったんだけどこっちはこっちで放送まだ終わってないのでなんか動けなくてただただこっちはなんか余韻に浸ってたというか
駆け寄ってあげたいって思いながら、でもやっぱ凄さに感動して動けなかったので。そうなんですよ、本当にすごかった。うん、であと今回、まあ、あのこのサーヤバンド改め自分サンドイッチ指導の会を新潟ロッツでやらせていただけたっていうのが、まあ、私はその新潟ロッツでライブを見た経験はないので、あのそのなんだろう、すごさっていうのはあのしっかり理解しているわけではないんだけど、でもなんか新潟のライブハウスって聞いたら、あの新潟ロッツっていうのは私でもわかるぐらい、そうなんか行ったことはないけど、あ実際にはあのなんていうの、行ったことはある、あのなんていうの、お話し会しましたあそこで一回お話し会したこと、あのでもお話し会でしか行ったことない、そこでライブ見たことないそうそうそう、でもなんかそういうライブと新潟のライブハウスといったらっていう場所だから、そこでできたことって本当にすごいなって思って、なんかさ、こうなんか私は本当に普段バンドとかを聞くわけでもないから、なんか目の前で初めてバンドを見たのが自分サンドイッチだったんだけど、でもなんかこう高校生でさバンドやってる方だったりとかさ、本当に世の中にはこういろんな方がいるわけじゃない、バンドをやってる方とかって。なんか本当にこうさ、若い頃からずっとやってきてみたいな、何十年経った今でもバンドやってるよっていう人もいればさ、高校生とかからさバンドやってる人とかもたくさんいるわけじゃない。でそれでバンドやってる人とかはさ、なんかこういろんなこう思いをしてきて、こうライブハウスにやっと立てるみたいな人も絶対いると思うんですよ、この世の中だけど、あの今回、まあもちろんね、この今回の5人がずっとあの約2年前ぐらいからコツコツ頑張ってきた、その努力があるからこそなんだけど、でもやっぱり NGT48 っていうものがあるからこそ用意していただいたステージでもあったと思うので、なんかそこにあの立たせていただけるっていうのもなんか本当に感謝しなきゃいけないなって。私が演奏したわけじゃないからあれだけど、なんか NGT48 とあってこそのステージでもあったと思うので、そうだからそれは本当になんか、しかもそこからラジオまでやらせていただけるなんてさ、本当にすごいことじゃないですか。だから本当にしっかりと前さこよさレディオもね、あの無事にもう間もなく1周年を迎えるということで、もっともっとあのたくさんの方に愛されて長く続く番組になるように、あのお力をね貸していただいているので、しっかりともっともっと頑張っていきたいなっていうのを改めて感じました。いや本当にすごいことだと思う。だってそのさ、私でも知ってるぐらいのライブハウスだよ、新潟の中で。そこを目指そうって頑張ってるさバンドの方とかもきっといらっしゃるわけじゃない、新潟の中に。もうそのなんかそういういわゆるなんて言ったらいいんだろう、聖地みたいなさ、なんか バンドの人にとってのさ、なんかこう目指す場所の一つであるところで、なんかこう初披露のねこう人たちが立てるってめちゃくちゃすごいことだと思うので、なんか本当にこれからもっともっと頑張ってほしいなって思いました私は全然そういう技術的な面は何もわからないので、もうとにかく今日のためにたくさん頑張ってきてくれた自分サンドイッチのみんなにはもう本当に疲れ様っていう気持ちでいっぱいです、うん、頑張った、本当にすごかった。
でも私はね本当でもリハ見といてよかったなって思いましたよ。本番もでも本番も泣きそうになったもんね。自分の進行がのことを気にしてて、ちゃんと聞けてなかったとしてもやっぱりめちゃくちゃ感動したから、本当に本番が初めましてとかだったら泣いてた。その後の進行に影響を与えたので、それはすごいリハ聞いといてよかったなって思いました。いや本当にすごかったです。もう本当にリハたった一人の観客みたいにして見てました。もちろん周りにスタッフさんたくさんいるんだけど、観客はねいっぱいいるんだけど、なんかわざわざ私だけ椅子をご用意していただいて、もう本当に真正面で見させていただきました。なんか後日ね、NGT48 の公式 YouTube の方に今日の演奏の様子が投稿されるんですけど、まあそのためにカメラが何台もあるわけよ。いっぱいカメラがあって、なんか正面にもカメラが置いてあったんだけど、そのカメラの本当前、なんていうの、東大元暮らしみたいな感じでさ、カメラの真ん前って映んないのよ、逆に下にこう座ってればカメラがこう高い位置に構えられてるから、でこうステージをこうやって映してるから、逆にカメラの真下って映んないから、どうぞどうぞって言われて、なんか最初私カメラの真横ぐらいのところでなんかずっと立って見てたんだけど、そしたら椅子に座ったらって椅子出してくださって、でそのカメラの真横のところで椅子に座ろうと思ったら、この真ん中のカメラを動かしてるカメラマンさんが、もうこっち行っていいよみたいな。もうどうぞどうぞ、いいんですか真ん中邪魔になりませんか、全然映んないでどうぞ、もう本当にカメラの真ん前で見させてもらいました。そうだから本当にね、しっかりと真ん前で見させていただいて、とっても感動しました。まあリハだから、そうリハだからどっちにしろ映んないんだけど、でもなんていうの、リハ本番みたいな、カメラテスト含めのリハみたいな感じだったから、もう映像撮ってはいるけどね、けど別に本番で使う映像ではないんじゃないかな、まあそもそも映らない楽器のところにいるし、回してても本番ではない。でも本当にめちゃくちゃ感動しました。で私、まあ、そのさっきもさ、ヒノと目が合って会うとなんか笑顔になってるのがすごい良かったって言ったんですけど、私個人的にはユナコが結構なんかリハの時すごい不安そうな顔しながら、不安そうっていうよりかはめちゃくちゃ真剣、なんかもうすごい真剣になって弾いてったので、ユナコがさベース弾いてるところなんて私も初めて見たから、そうすごいって思いつつも、なんか本当にすっごいもう頑張ってた、そうステージに立ってるのに頑張ってたから、もう顔がもう頑張ってますな顔だったのよ。そうだったんだけど、本番はなんかすごい笑顔で弾いてたから、私はすごいそれが結構印象的で、本番なんか楽しんでやってますっていうのがすごい伝わってきたんですよね。だから本当にそう、みんななんかリハの時よりもやっぱり楽しんで弾いてるなっていうのがすごく感じたので、後日 YouTube の方にアップされるのもね、ぜひぜひ楽しみにしててほしいなって思います。本当にかっこよかったよ。で照明、その後日 YouTube にアップするようにそのライブハウスの照明とかもついてるんですけど、そう初見です、ありがとうございます、ぜひフォローしてください。照明も本当にすごいかっこよかった。そうもう本当になんか見てほしい、とにかく見てほしい。でなんかちゃんとさ、それぞれの音が聞こえる、キーボードの音もちゃんと聞こえるし、
なんかドラムの音もちゃんと聞こえるし、ベースの音もちゃんと聞こえるし、エレキの音もちゃんと聞こえるしみたいな、もう本当に全部の音が聞こえてちゃんと、そうなんかみんなで一つのものを作ってるっていうのをすごくこう感じれるものになってたから、すっごいこう心が温まるというか、なんかいろんな人に元気を与えられるんじゃないかなって思いました。その特に夢ゆなにとってはもう初めての人がこんだけ演奏できるんだよっていう意味で、なんかすごいそれだけでも勇気をもらえると思うし、なんか初めてのことでも挑戦してみようっていう気持ちになれるかもしれないじゃん、それを聞いたら。だし、そのさっきも言ったけど、こう2年前からの自分の好きなこととか得意なことをコツコツこう続けていく先に、こんなに大きなステージがねあるよっていうのだったりとか、なんか本当になんかメンバーだけじゃなくてファンの方だけじゃなくて、なんかいろんな人に勇気を与えられる今日の演奏だったんじゃないかなってすごく思うので、なんかもう今回のお披露目に限らず、これからいろんなところでたくさん披露していろんな人になんか届けていってほしいなって思いました。で、今日 Give Me 5とセカオをね披露してたんですけど、なんかセカオさ、もともとねもちろんいい曲なんだけど、なんかあのバンドのメンバーで披露したらまたそれはそれですごくかっこいい曲に聞こえるというか、なんかそのセカオの新しい魅力みたいなのをすごく感じたから、なんか NGT のことは全然知らないよとか NGT の楽曲を全然知らないよっていう方にも、このバンドバージョンを聞いて好きになってもらえるんじゃないかなっていうふうにも、あのすごく思うような演奏というか曲だなって思いました。本当にね、セカオめちゃくちゃかっこよかったよ。そう、そうドラムめっちゃ難しそうだよね、セカオ。そうすごかった本当に、うん、ぜひ皆さん YouTube の方にもアップされたらたくさん見てください。でね、まあいさこいさレディオが間もなく1周年ということで、引き続きもっともっと頑張っていきたいし、あとそのなんだろう、セカオのバンドバージョンも本当すごくいいから、あのバンドバージョンきっかけで NGT のこの曲に興味を持っていただけたら、まあアルバムもねありますから、そうアルバムにはもっともっと NGT の楽曲もたくさん入ってますから、よりなんかこう NCT48 を知る入り口がここ数年でどんどん広がっていってるなっていうのは印象としてありますよね。はじめまして、ありがとうございます。ぜひフォローしてください。初見の方、うん、なんかその中にまあキャンプもあったらいいなという気持ちではあるんですけど、なんかこの NGT48 といろんな活動に今力を入れてるからこそ、 NGT48 っていうのを知ってもらえるチャンスがたくさんあって、その中でまたこう一つ新しく増えたっていうのは、これからもっともっとあの NGT48 をたくさんの方に知ってもらえるチャンスになるのかなって思ったら、より頑張ってほしいなっていう気持ちでいっぱいですね。ねえ、なんか本当に、ま、ひとまずなんか一つ目の目標というか、このために頑張ろうっていうさ、一つの目標がまあ今日達成されたわけじゃないですか。でもここに限らず、これからいろんなところを目指していってそう欲しいなって思いますね、うん、自分サンドイッチの理由もまあかっこよかったよ。後付けなのかどうかは置いといて私たちも今日さっき知りました、本番前に、はい本番前に聞きました。そう
当に良かった。たくさんね、あのアーカイブじゃなくて、またアーカイブはさ、ラジオトークやラジコとか Spotify とかいろんなので聞けるので、ぜひ聞いてください。インドネシアから来ました、ありがとう。ぜひフォローしてください。え、そう、あとまあちょっと話はまあやさこいサラディオからちょっと離れますが、あのアルバムのね、あのツーショット撮影会とロングおしゃべり会の再販がまた今日から始まりまして、あのツーショット撮影会ね、ちょっと模擬ツーショット撮影会をちょっとやってみたんですけど、皆さん動画見ていただけましたか？あんな感じでなんかあの自分の番が来たら、まずメンバーのいるところにあの座ってツーショットをまず先に撮って、そっからあのおしゃべり会、普通のシングルの時のおしゃべり会と同じぐらい話せるっていう。あのロングおしゃべり会だとさ、シングルの1枚あたりのおしゃべり会のだいたい3倍ぐらいの長さですよっていうことだったと思うんですけど、あのツーショット撮影会の方はツーショット撮った後にあのシングルのおしゃべり会1枚分ぐらいの長さのおしゃべりができますよっていう感じです。ちょっと私マナーの悪いマナーの悪いファンの方でしたけどね。お時間ですね、お時間です、気づいた、お時間ですのポーズみんなよく見た、お時間ですって言われた人に対してガン無視してたけどダメですよ皆さん、お時間が来たらちゃんとあの退出してくださいね、ツーショット撮影会の時は。でもあんな感じみたい、まあ、パーテーションがあってポーズしてみたいな、もうポーズは本当に皆さんがしたいポーズを、はい、一緒にできるので、そう、まああんな感じ大体粘りすぎだよ、だよねでもあれ一発本番だったんだって、あれいつ撮ったっけ、なんか 3日4日前ぐらいだけど3日4日前ぐらいのさ、夜9時ぐらいに撮ってんだけど、あの動画しかも一発撮りで、私も思ったよ、えこれでいいのみたいな、もう一回撮った方が良くないって思ったけどあれでよかったらしいそう、びっくりしちゃった、はい OK でーすみたいな、いいんだって思っちゃった伝わったかな、ツーショット撮影会の雰囲気、あれで大丈夫かなまあでもあんな感じでツーショットは撮れるよっていうことなので覚えておいてください、はい、ちなみに私がメンバーをやるバージョンも一応撮ったんだけどね、私がメンバーやって、ななみがファンの方をして、はるがはがし役っていうのも撮ったんだけど、そっちも結構癖強くて面白いから見てほしい、上がるかわかんないけどなんか私はあの今回春がメンバー役で、私がファンの役をやって、ななみがはがしの役だったんですけど、あの私は初めてそういうなんかツーショット撮影会とかおしゃべり会に参加する人をやったの。そう、あの今までオンラインおしゃべり会は参加したことがあるけど、実際に生で見るのは初めてな人の設定で私はやったので、の女のファンの方、そうの設定、私はで、だから入った瞬間に可愛いみたいな、ずっともう可愛いしか言わない可愛い、顔ちっちゃい、可愛い、可愛い、だねだね、ツイッターいいですよねって言って退場するっていうあの一応まあその道の人なので、はい、その道の人だから、あの半分リアル、半分リアル半分演技みたいな感じだったんですよ。で私はその初めてリアルイベントは初めてな女の子のファンの設定だった。そしたらそれまず1回目に撮ったの。
で、まあ念のためじゃあもう一個撮りますかって、撮り直しじゃなくて、私がメンバーバージョンでやったのよ。で、あんななみがファンの方の役をやったんだけど、じゃあさっきみみがファンの方やった時は結構その初めて来る人みたいなやつをやったから、ななみの、じゃあ私は このこういう感じで行くねみたいに言ったのが、結構慣れてる人私はすごい初めて行く人の感じでやったんだけど、ななみはそういうなんかツーショットとかその行ったことが経験したことがある慣れてる人の設定で撮ったんですけど、めっちゃ面白かったから見てほしい。乗るかな、乗せなそうな気がするけど、めちゃくちゃ面白かったんだよなもう何言ってたか全然覚えてないけど、ちょっと癖強めだった、はい、なんかね、なんか久しぶりみたいな感じで入ってできた気がするんだけどな、なんか私がね久しぶりだねみたいな。でもなんかいつもショールームでコメントしてくれたりとかメールの返信くれたりするから、あんまり久しぶりって感じしないみたいな、ポーズどうするって言って、なんかじゃあピースにしようみたいな。なんかね、もうセーターも私には再現できないけど、めちゃくちゃ面白かったそう、めっちゃリアルだったのよ。そうだから私も本当にファンの方に普段接するみたいな感じで喋った。そうめちゃくちゃリアルだった。いるこういう人っていう感じの感じの動画だったから、すごいめちゃくちゃ面白かった。だからそっちもね、上がったらいいんだけど、載せられるかな、わかんないけど、もしアップされたら見てほしいめっちゃ面白かったから。でもあんな感じでね、ツーショット撮影会もやりますので、ぜひお待ちしておりますそう本当にみんなやりたいポーズとか言ってね、あんな感じになるからぜひお待ちしております。で特にまあ、ツーショット撮影会でも動画でも見ていただいたら分かるとおり、喋る時間もねあるので、もしね予定が合うよっていう方、ツーショット多分なかなか撮る機会ないと思うので、ツーショット撮影会申し込んでいただきたいなと思うんですけど、ツーショットよりも先におしゃべり会の方が始まるよね、確かね。おしゃべり会の方が先にあるよね、7月とか。通常と撮影会は早くて7月の31日なんですけど、おしゃべり会は7月の10日から始まるので、まあ、シングルリリースされてね、ドラさんの楽曲だったりとか、まあ、いろんなことについて、まあ、最短でお話しできるのが7月の10日になってると思うので、本当は個人的にはめちゃくちゃ話したいことというか、みんなから聞きたいこととかもたくさんあるので、でも私から会いに行けるわけじゃないから、ぜひねたくさんお話をさせていただきたいなって思うので、7月10日結構おすすめです。もう7部は完売になってるんだっけ、なんですけど、まだまだ他の部たくさん残ってるので、7月10日はとてもおすすめ、一番に来てほしいなって一番最初のところに来てほしいなって思ってます。お待ちしております。いや本当にいっぱい話すことあるよ、7月10日結構おすすめ、いっぱい話したいことが多分あるから。ただこれからまあツアーとかが始まってくるとね、そのツアーの日程前後とかでより話したいこととかもたくさんあると思うので、これからツアーの日程発表され次第またいろいろ考えながら申し込んでくれると嬉しいです。じゃあそろそろメールを書く時間もあるので、そろそろね、また1時間喋ったの私。
喋りすぎ本当に。そろそろ終わりにしようかなって思いますね。今日初めてカラコンつけてみたんだけどさ、急な話の転換どうかな。わかりますか、カラコンつけてんの。あ、でもまあ確かに見れば茶色いかもって感じ。なんかこっちの目充血してる、ちょっと赤い。ちょい充血してますけど、まあ大丈夫。初めて、人生で初めてカラコンつけた。色素薄く見える、そうなの、かわいいよねこれ。初めてつけた。もともと私結構目の色茶色めなんですけど、それよりも結構かなり明るい、なんか、あ、そう、まさに色素薄い系というか、なんかいかにも色を変えたっていうよりかは、なんかちょっと透明度増すみたいな感じ。あ、黒目はね若干大きくなってる、ちょっと縁、なんかしがっつり縁あんのは個人的に苦手で、なんか 見た時にそう、あんまり好きじゃないから、ぼんやり縁ある感じにしました。で、私でも普段からコンタクトつけてるからあんまり違和感はないんだけど、ただなんかちょっとなんかね、動く、なんでなんだ、なんかあんま密着してくれない、目と黒目と、なんか動いちゃうんだけど、これなんかあんのかな、接着剤じゃなくて、なんて言うんだっけ、装着液みたいな、接着剤はやばい、装着液とかつけたら変わんのかな。なんかねすごい動いて、まばたきするとちょっとなんかあってなった、たまに。ちょっとね、でも慣れました。まあ、慣れたって言っても、もうワンデーなので捨てるんですけど。そう、捨てるんですけど、そう、こんな感じでした。カーブの問題、でも確かに結構平らめだった、これいつもつけてるコンタクトに比べて。だからどっちが表でどっちが裏か分かんなかった。いつものコンタクトは結構もうしっかりギュインってカーブがついてんだけど、これ結構薄くて、そう、どっちだろうって感じだった、うん、なんかね、でも2色買ったんですよ。これはなんかシフォンブラウンだからほんと茶色って感じなんだけど、あ、ワンデーが薄いの、私さ人生で初めてワンデーつけたんだけど、いつも2ウィークの人間だからワンデーそのものを初めてつけた。ワンデーは薄いの、そうなんだ、そう、シフォンブラウンで、もう一個なんかグレージュみたいなの買ったのよ。そっちの色がさ、なんかわかんないんだよね。そう、なんかさ、シフォンブラウンって言われたらまあブラウンなんだなってわかるけどさ、グレージュとはって感じじゃない？髪の毛でこそさわかるけどさ、瞳の色グレージュってさどういうことみたいな。なんかもうカラコンの、いかにもカラコンつけてますみたいな、結構苦手なのよ。なんか目青いみたいな、結構苦手で、私つけるなら割とナチュラル目でも、なんかナチュラルすぎてもつけてる意味ないから、なんかちょっと、それこそ本当に、でもこのカラコンは初めて開けてつけたけど割と好きな方かもしれない。ちゃんとなんかつける前とつけた後で変化はあるけど、なんかいかにもカラコンですみたいな感じじゃないやつが好きなの。そういうのをつけてみたいって思ってたから、そう、良い。でもグレージュ買ってみたけどどんな感じか分かんないからさ、どうなんだろう。指原さんのトパーズだっけ、
パーズも気になったけど、そう、また今度挑戦してみる。デートトッパーズつけてみたい。それでもさ、私左右でさ視力が違うのよ。左目はマイナス 2.0 つけてるんだけど、右目マイナス 1.75 つけてて、なんかその9点で買ったのね、カラコン。なんか今までカラコン挑戦してみたいなって思ってたけど、なんかちょっとやっぱ普段からコンタクトつけてるからこそ、なんかカラコンを買う気にならなくて、あんまりなんだけど、9点で買うんだったらいいかなみたいな。なんか目代わりやってたから買おうかなと思って買う気になったのね。そうで、なんかその9点の目代わりで、なんかあの 10% オフのクーポンが発行されるんだけど、9点ってなんかその 10% のあのクーポンって、なんか一つのお会計につき1枚のクーポンを使うみたいな感じなの。なんていうの、1店舗のお会計というか。そう、それであのなんか私が買った時のやつは、なんか一つのあの注文で2箱2食選べるよみたいな。で、あのクーポンだから1枚につき2食選べるよみたいな、2箱ついてくるよみたいなやつだったんですよ。そうだから、なんかこの左右で度が合ってれば2食買えたの、その1枚のクーポンで。なんだけど私左右で度が違うからあの1枚のクーポンで1食しか買えないの、この左右を揃えようと思ったらそうだから、でもせっかく本当は2食選べたはずなのに、なんか左右の視力が違うがゆえに1食しか買えないっていうのが悔しくって、あの結局クーポン2枚使って2食買ったやってることは一緒なんだけど、でも2食美味しかった。なんか初めてのカラコン1食しか買わないのちょっとなんか嫌だったな結局はね、あのクーポンを2枚使ってで2食しか買えてないから同じことなんだけど、そうでもちょっと2食買ってみたかったの。だから2食買ってみたから、今度もう1個もつけてみようかと思ってそうでもなんかカラコン今までさつけなかったのはさ、その私普通に普段からコンタクトつけてて、こう視力ありのコンタクトじゃなきゃダメっていうのがあったから今まで買ってなくって、普通にいつも行ってるそのコンタクト屋さんにもカラコンちょっと売ってるんだけど、もう本当に私はパパも妹も私も同じメーカーのカラコン使ってないって間違った、同じメーカーのコンタクト使ってるから、そこではカラコン買ったことなかったから、カラコンコンタクトはコンタクト屋さんで買うものっていう意識が強くて、ネットで買うものっていう意識があんまなかったから、しかもカラコンとかさドンキーとかロフトとかでもいっぱい売ってるけど、なんか自分の度数のを買うっていうのがあんま分かんなかったの。そのロフトとかドンキーにもきっと度入りのやつは売ってるんだろうけど、私はそれを知らなかったから、でもネットで今回頼むってなった時に自分の度数選べるから、これだったら私自分でカラコン買えるじゃんって思って、そう、それで買いました。ちゃんと自分の度に合ってるやつ。うん、みんなコンタクト、ママはつけてないけど。それでなんか昔私コンタクトにしたのはドラフトの時で、なんかドラフト受かったらコンタクトにしていいよみたいな。それまで高校生までメガネだったんですけど、その見えにくい時だけメガネかけるみたいな、黒板とか見えない時だけメガネかけるみたいなメガネだったんですけど、あのドラフト候補生になってショールームとかしなきゃいけなくなって、コメントが見えない、メガネかけないとでもメガネずっとかけて配信するの嫌だから、それがきっかけで私コンタクトデビューしたんだけど、それまでずっとコンタクトつけてなかった。
で、それでそこからコンタクトデビューして、最初なんか結構薄めなコンタクトつけてたんだけど、なんか薄すぎてねすぐ破れんので、なんか 目の中で破れたことがあって、コンタクトなんか尋常じゃないぐらい目痛くって、なんだこれみたいななんでこんなに目が痛いんだって思ったら、中でコンタクト破れてて、でそれが1回じゃなくて2回ぐらいやったのよ、そのコンタクト使って。なんかその2ウィークだったんだけど、なんかつけてたら3日目ぐらいでなんかめちゃくちゃ目痛くなって、取ったら切れてて、でだからまあ2週間使わずにさ新しいの開けるじゃないですか。でもその新しいの開けたら今度1日でまた破れて、そう多分なんか薄すぎてやばいじゃん、なんか薄いからつけてる感覚があんまりないから、そのコンタクトの初心者の方でもなんか安心してつけれますよみたいな感じだったんだけど、逆に薄すぎてめっちゃ破れたからそう、そっからはもうある程度厚みがあるやつつけてる。だからいつも私普通にカラコンじゃなくてめっちゃ普通のコンタクトなのに、なんかもうコンタクト自体がちょっと青みがかってて、だからいつもコンタクトつけてんの丸わかりなコンタクトなんだよね、私のカラコンじゃない普通のコンタクトなのに、いかにもコンタクトつけてますみたいな、このコンタクトの縁が見えるそうカラコンの縁とは違う、普通に完全にコンタクトの縁が見えるみたいなのをいつもつけてたから、カラコン、そうなの、カラコンデビューやっとできました。2ウィークの方が安いんじゃない、だって私半年分でいくらだあれ、 2万そんなしない、いくらだ、半年で2万円ぐらいかな、ちょっといつも いくら払ってるかわかんないけど、半年で2箱、4箱か、両目で4箱だよ。そう、私左右であの どう違うから、そうそうそう、半年で全部で4箱買ってる、いつも半年ごとに買ってる。だってワンデーだとさ1ヶ月で30個入ったやつ1ヶ月で1箱みたいな感じでしょ、つまり大変。多分全然安いと思う、2ウィークの方が。でもなんかこれも9点で買ったんだけど、これめっちゃ前の9点の目が家買ったんだけど、なんかコンタクトのなんか自動洗浄機みたいなのめっちゃバズってて、なんかあのさ矯正器具入れる箱みたいな形してるやつなんだけど、あのコンタクトの自動洗浄の機械があって9点でめっちゃバズってて、それ使うようになってから、なんか2ウィークってなんか結構その開けたての時に比べて2週間後ってちょっとカピカピしてんのねコンタクトちょい干からびるんだけど、でもその9点で買ったなんかあのコンタクトの自動洗浄機使ってから、なんか2週間経ってもなんか開けたてみたいなコンタクトなのだから2ウィークはもちろん2週間で捨てるんだけど、ワンチャン2週間以上全然使えそうなコンタクトになるよ、9点のそのコンタクトの洗浄の機械使うともちろんちゃんと2週間で捨てるけど、そうだからなんか2ウィーク私はみんな2ウィーク使ってる、めっちゃ良いよ自動洗浄おすすめ。まあワンデーはね洗わなくていいけどね、ポイって捨てるだけでいいけど、そうなんです。であとこの前さマナとカイリとさ3人で配信した時に、初めてカラコン買ったって言ったら、買ったって言っただけであの2人めちゃくちゃ なぜか大喜びしてくれたんだけど、もう今日その2人に会ってないんよ
カラコン買ったって言っただけであんなに騒いでくれた2人に今日は会ってないんだけど、そう、なんかその時にあのネイル、普段はこうやってコンタクト外してるんだけど、ネイルするとさ爪が当たって危ないから、その時こうやって取るといいよって、この関節でこうやって取るといいよってマナが言ってたので、次ネイルした時はこれで取ってみようかと。いいことを聞きました。でもそうだよね、すごい結構それこそカラコンをさつける人とか、まあいろんな方がつけてるけどさ、結構ギャルな方とかってつけてるじゃない。でもそういう方こそさ爪めっちゃ長いじゃん。そんなめっちゃ爪長い人がさ、じゃあどうやっていつもカラコンつけたり外したりしてんのって言われたら、確かにここ本当に使ってそうだね、信憑性あるよね、めっちゃそれはあり得るって思いました、うん、確かに。だってこんぐらい爪長い人とかいるじゃん。こんな爪長かったら絶対コンタクトなんて取れないって。それ参考になったから今度やってみようと思う。練習しよう、いつかのために爪を使わずにコンタクトを取る練習をしようと思います。ちょっと見せたいコンタクト。可愛い色でした。もう一色の方も今度つけたら見せるね。グレージュ。やばい、時間ない、時間ない。ランキング読みます。13位ファントムさん、ありがとうございます。12位ホッシーさん、ありがとうございます。11位しもかぜさん、ありがとうございます。10位トッシーさん、ありがとうございます。9位ラーマさん、ありがとうございます。8位声がむださん、ありがとうございます。7位みゆみよしの人さん、ありがとうございます。6位トシさん、ありがとうございます。5位秋田のゆきちさん、ありがとうございます。ゆういちさん、ありがとうございます。4位マーチンさん、ありがとうございます。3位タカさん、ありがとうございます。2位ヒーロさん、ありがとうございます。1位 MS さん、ありがとうございます。それではぜひ今日のエサコエサレディオ7時からの特番の方と、あの9時からのいつものレギュラー放送の回答、ぜひぜひあのラジコだったりとか、まあオーディだったりとか、後からぜひ聞いてみてください。それではありがとうございました。おやすみ。